尾辻秀久は、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員、自由民主党両院議員総会長、みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会会長。厚生労働大臣、参議院副議長、自由民主党参議院議員会長、総務政務次官、財務副大臣、参議院予算委員長、鹿児島県議会議員。 財団法人日本遺族会会長等を歴任した。元鹿児島県議会議員の大辻義は妹。鹿児島県鹿児島市生まれ。父、大辻修一は駆逐艦、夕霧の艦長で、大辻が3歳の時にソロモン群島沖の海戦により戦死した。1958年、鹿児島市立鹿児島玉流行等学校を卒業し、防衛大学校に進学したが、 在学中に実母が休止。家計を支え、妹、義与大学に進学させるため、防衛大を中退した。1964年、23歳で東京大学に入学したが、当時は東大紛争の前世紀であったため授業がほぼ開校されない時期が続き、1966年から諸外国を放浪。5年後の1971年に帰国し、東大は中退。 1979年、鹿児島県議会議員選挙に出馬し、初当選した。県議を2期7年務めた後、1986年の第39回衆議院議員総選挙に、旧鹿児島1区から無所属で出馬したが、得票数6位で落選した。財務副大臣就任に際して公表された、肖像写真1989年、 第15回参議院議員通常選挙に自由、民主党公認で比例区から出馬し、初当選した。1992年に宮沢改造内閣で総務政務次官。1994年に村山内閣で沖縄開発政務次官に任命された。2001年第1次小泉内閣で財務副大臣に任命される。翌2004年第2次 小泉改造内閣で厚生労働大臣に任命され、初入閣した。第三次、小泉内閣でも留任。2005年、第三次、小泉改造内閣の発足により退任し、参議院予算委員長に就任した。2007年、第21回参議院議員通常選挙での自民党大敗を受け、隕石辞任した青木幹夫の公認を選出する参議院。 議員会長選挙に立候補を届け出た。当初、元文部大臣の中曽根博文を推す声もあったが、立候補を届け出たのがお辻のみだったため、無投票で参院議員会長に選出された。2010年、参議院副議長就任に伴い、参院議員会長を辞任した。2012年、以前から日本遺族会副会長を務めていたが、小賀誠会長の退任により、 公認の遺族会会長への就任が内定したため、参院副議長を辞任した。2013年の第23回参議院議員、通常選挙では、自民党の定年制により、比例区からの立候補ができないため、引退する家事や議人に代わって、鹿児島県選挙区に倶楽し、民主党の皆吉稲浦を大差で破り、5選。2014年5月、 日本遺族会会長を辞任。2019年の第25回参議院議員、通常選挙で6選。政治家の年金未納問題に際し、5ヶ月間の年金の未納が発覚した。ありがとうございます。